今回は在学生にインタビューしてみたいと思います。入学した初めの頃、友達ができるか不安ですよね。そこで在学生の皆さんがどうやって友達を作ったのか聞いてみたいと思います。まずは私の友人にインタビューしてみたいと思います。多田さんです。お願いします。お願いします。2人はどうやって知り合いましたか？入学前に大学が企画してくれたイベントで知り合いました。そんなイベントがあったんですね。はい。その後、入学してからの1年生で取る必修授業のクラスがたまたま一緒で、そこから意気投合しました。その後にサークルを決める機会があって、一緒にフットサルサークルに入りました。確かにサークルに入ると友達と仲良くなれるよね。僕は放送研究会に入ってるけど、部室は学校の中でも特にリラックスできるし、先輩ともたくさん話せる機会がある場所だからよく使ってるよ。次の方にインタビューしてみましょう。こんにちは。こんにちは。お名前よろしいですか？はい、コミュニケーション学部3年の岩崎です。同じくコミュニケーション学部3年の瀬良です。2人はどうやって知り合いましたか？はい、僕たちは英語の授業で知り合いました。1年生の時、少人数の英語の授業が週2日あり、その授業は先生と学生の距離も近いことあって、自然と仲良くなれました。確かに1年生の時は少人数の教室が多めに組み込まれてるから、そんなに心配する必要はないよね。ね、全然ないよね。そうなんですね。友達作りも安心ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかお腹空いてきたね。ね、そしたら食堂に行ってみようか。行こう。ここでおすすめのメニューを聞いてみたいと思います。おすすめのメニューは何かありますか？はい、そうですね、個人的には一番おすすめはカレーライスになってます。ボリュームがあるし安くて美味しいです。よく食堂は利用されるんですか？はい、私は一人暮らしをしていることもあって、一限がある日は100円で朝食を食べられる100円朝食を毎回利用しています。100円朝食は80食限定なので人気があります。これで1限目も元気に授業を受けることができます。あと2階にキーニョンというパン屋があるんですけど、あそこもおすすめです。キーニョンはお昼から開店しているので、小腹が空いた時なんかに利用します。このように入学前も後も楽しい学生生活を送れるイベントや施設が盛りだくさんです。ぜひ私たちと一緒に楽しいキャンパスライフを送りましょう。